ツイッターの鳥が、ある日突然、柴犬になりました。That's an old photo。その写真はもう古い。この犬、どっかで見たことあるんだよなー、と思っていたら、1年前に仮想通貨でサーフィンしてた犬でした。まさかこの犬がツイッターのアイコンになるなんてな。暴動の、今を生きる仮想通貨。宇宙服を着た犬、仮想通貨コインに乗って、相場の波を乗りこなしていきましょう。黄緑ゲートがプラス側で、赤いゲートがマイナスだぜ。倍率は、2倍から約10倍までありますよ。マイナス方向も同じだけあるぜ。なので、赤が一つでもぶつかっただけでかなりのダメージ。仮想通貨だから落差激しく動いていくぜ。相場の波に乗るときは、少し先を見て、かける8を拾いに行くぞー。ちゃっかりマイナス 99% 見えてたぜ。そこが仮想通貨の怖いところ、柴犬の月に到達だー。柴犬、筋トレしたみたいです。気持ちすぎるだろ。やはり、マッチョじゃなくては仮想通貨は厳しい世界。筋肉がこれほど役に立たない世界もないだろ。10.7 倍いくぞー。次はかける8が見えるぜ。2回の上振れで、かなりの高さになってきました。さらに 10.7 倍あるぜ。赤に触れないよう慎重に、いけー。だいぶいいペースで上がってるぜ。最後、もう一声いけるかどうか、少し下にあったぜ。ダメージの 10.7 倍じゃー。最初は1200ドルから始まった仮想通貨、1000倍に増えたぞー。